個人情報流出対策 PC1000 アワー台 USB 接続口塞ぐ堺市情報流出で対策。堺市の全有権者情報がネット上に流出した問題で、市は8日、職員が勝手に情報を取り出せなくするため、住民情報を扱う部署のパソコン約1000台の USB 接続口を塞いだことを明らかにした。専用の鍵がないと外せないという、市の対応を検証する専門家委員会の会合で報告した。市によると、個人情報を流出させた元職員59は、市のパソコンに USB ケーブルで外付けハードディスクを接続し、自宅に情報を持ち出した。市はさらに別の約600台については、専用のソフトで USB を使えない設定にしたという。次回15日の委員会後に提言をまとめ、2月末までに市長に報告する。民の声に続く。